やるか。みんなでワイワイスペルランカー。さあやるぞ。宇宙に浮かぶ美しい星、地球。ここには多くの生き物が暮らしています。人間も動物も虫も植物も、そしてこの地球もまた一つの大きな生き物なのです。ある日、その地球に向かって彗星が一筋の光となって近づき、そして吸い込まれていきました。ゴーンという空からの轟音、続いて遠くで何かがぶつかったような音。一度寝たら普段は絶対に起きないスペランコもさすがにベッドから飛び起きてしまった。スペランコってなんだよ。びっくりした、今のは何？しかしその後は何も起こらず、また寝てしまうスペランコであった。数日後、妖精の長老が何やら難しい顔しながらスペランコのところにやってきた。これか、長老。スペランコ、この間彗星が落ちたのは知っているかろう。この間の轟音は彗星だったとスペランコは今知った。それ以来世界中でおかしなことが起こっておる。やたらに幽霊が出るし、虫や動物も暴れるようになっての。しかも地下に行くほどひどくなっているようじゃ。もしかしたら地球のコアの機嫌が悪いのかもしれん。行けってか。コアと対話できるのは巫女の血を引く者、つまりお前たち姉妹だけじゃ。そこで一つ頼まれてくれんかの。洞窟に入り、地底にいるコアの様子を見てきてほしいのじゃ。お前の姉は先に洞窟に入ってコアに向かっておる。とりあえず姉に追いついてくれ。洞窟は危険がいっぱいじゃ。幼馴染のスペランカーと一緒に行くのがよいじゃろう。こいつな、コウモリのフンフン付けただけで死んじまう。二人で力を合わせればなんとかなるかもしれん。まだなんだかよくわからないが、スペランコは言われるがままスペランカーの待つベースキャンプへと向かうのであった。とまあこんな感じのストーリーで始まるぜ。みんなでワイワイスペランカー。まずステージ1の1、始まりの洞窟だ。一人で探検やってっか。スタートするぜ。レッツゴー。ポータブルファンについて。なんかあれか、ロード時間の最中にあのチップスというかね、攻略情報が表示される仕組みだな。最近よくあるあれだよな。よくある。なんだこれ。これどうすんだ。L と下？ああ、爆弾か。あ、いけ！爆風で！ここだろ？ほいっと。逃げろ逃げろ。おい！なんで死んでんだよ、おい。ふざけんなよ、マジで。これジャンプか。どうする？これなんだ？上か？ぴょん。ほいっと。これなんだろう？光ってる。なんかあるぞ。お、もしかしてゴール？あ、探検2の2か。これなんだろう。うわ、落とし穴だ。あ、なんか鍵ゲット。あぶね、あージャンプするの忘れてた。ダラタタタタンダラタタタンダンダララタラタン。あ、これどうする。あ、爆発だったかな。ほいっとセットして逃げる。オッケー。なんだこのロトの紋章みたいなのは。あ、先進んでいいのかな。下は穴かな。
さ、先に進もう。上になんか見えたけど、まあいいや。ん？なんだこのびっくりマーク。岩でも降ってくんのかな。ほら、やっぱりな、そんな予感がしたんだよ。気をつけろ。やったね、タンゴール。やった、クリアしたぞ。やった、やったやった。昔ながらの横スクロールアクションゲームだな。しかもだいぶ遊びやすくなってんね。うん、これは楽しいな。さあ1の2やってこう。さあ洞窟は続くぞ。ステージマップは R スティックでスクロールできるぞ。はい、どういうこっちゃん。テルテルテテルテテルテルテ。さあロープに捕まって、大ジャンプ、ひょいひょい。これなんだ。お、上になんか魔法のスティックみたいなのが。鍵かなこれ。また鍵だ。2種類の鍵があるぜ、青と黄色の。飛べ、ドンキーコーング、ドンキーコーン。あ、これか。赤の鍵が必要だな、戻らねば。ドンキーコーン、ドンキーコングだな、ここは。さ、下に行けばなんかあんじゃないか。あ、あった、赤いやつ。これじゃねえの、俺が求めていたものは。あれは無理だな、ちょっと遠すぎるよ。空でも飛べれば別なんだけど。さあ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 、ここ大事だぞ。さあ野生の力を発揮してぴょんぴょんとな。さてどう。さあ鍵を3つ開けて、さあ4分の1かこれ。ステージの4分の1をクリア。あ、3分の2って書いてある。タラッタタラッタタ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 。赤と青の、まず青を一つゲット。あと一つ赤。赤はどこだろう。ここ下かな。あった、発見、やったぜ。さあこれで先に進めるぞ。あ、なんだ、マップが表示されてる、右下に。やったね。さあ3の3だぜ。これどうする、上行ってみる。宝発見、金塊発見。こんな金塊持って重くねえのか。力持ちだな、スペランコは。だろったった、ドンキーコーン、ドンキーコーン。お、もうクリア？やった！ 1 の2クリアだぜ。楽勝楽勝。やった、レベルアップすんだ。レベル制か。ゲットした石板。なんか石板集めるといいことあるのかな。どっち行こうか、左と右。冒険者の慣れの果て。こっちは1の3。1の A 行ってみるか。ちょっと気になるな。もしかしたら通常よりちょっと難しいかもしんない。やってみよう。みんなで探検オフライン。あ、オンラインもできんのかなこれ。体験版はどうなんだろう。オンラインできんのかな。できんだったらやってみたいけど。そこは製品版でってとこなのかな。何これ。
消えた？あ、これ銃みたいなので亡霊を幽霊を消すことができるのか。消えろさあ、赤の鍵を。あったあったあった。あ、幽霊が、しかも今度は動くぞ。倒せるか。消えたか。さあ、まずはこのね、大事の赤の鍵。なんかロトのね、扉みたいな、ロトの紋章みたいなのが刻まれてるけど。さあ、成仏してください、成仏してください。消えろ。あ、なんだこれ、カプセル。赤と青か。消えろ。あ、青ある、青ある。あれ行ってみよう、青のやつ。どうする、どうする、どうする。あれ、あー、飛びすぎた。そうだ、ダメだった。こいつマリオじゃねえんだ。配管工のおっさんじゃねえんだよ。スペランコちゃんなんだよ。どうする、どうする、どうする。やべえスタでやってる場合じゃねえよ。これどうする。あ、無理か。あ、なんだ、あれ、光が、閃光弾みたいな感じか。閃光弾、打ち上げ花火。上行こう。上だ、上に行くぞ。うわー、いっぱいいる。なんだ、赤い、赤いのなんだあれ。アベ、アベマ TV。 あ、これなんだ、酸素みたいなもんか。うわな、ちょっとちょ待てや、いや、スペランカーだな、やっぱりな。ジャンプの高さにも気ぃ使わねえと。時間がね、なくて焦ってしまって、それで落とし穴に落ちているというね、初歩的なミスを犯してしまったが、さーて、なんとか次に進めたぞ。このなんかね、青と赤のリングみたいなの、うん、輪っかみたいなの、これを取ることで上のなんかメーター、時間だね、多分時間、時間のメーターが回復するようだな。え、どうすんのこれ、取れねえじゃん。なんだよ、舐めやがって。そこどけろや。うわー、でっけえの出てきた。消えろー。消えた。やったぜ。一の絵クリア。さすがにね、あの隠し面っていうところで。ね、結構手強かったけど。なんとか。クリアできたぜ。お化けがたくさん出てきてね、怖いステージだったな。お、勇気のマントってなんだろう。フレンドリーファイヤー、フレンドリーファイヤー設定オンにすると、あ、味方で、あ、洞窟数もそこは行き止まりだった。よく見ると白い犬が地面を一生懸命に掘っている。スペランコは近づいて話しかける。犬さん、こんにちは。何をしているの。ワンワン、シロという名のその犬は洞窟に埋まっている珍しいアイテムを掘り起こしているらしい。え、アイテムが埋まっているの、私たちも探そうと、スペランコははしゃぐも、シロが水を差す。かなり微妙な匂いを嗅ぎ分けなければならないので、多分人間たちには無理だろうと。がっかりするスペランコに、シロは旅の友を申し出た。シロも洞窟の奥まで行きたいのだが、思いとどまっていたのだ。スペランコたちについていけば安全だ。これぞウィンウィン。
こうして白が探検に加わった。これからは光る地面からアイテムを掘り出してくれるぞ。なるほど、アイテム取ってくれるんだね、この犬が。白が仲間になりました。アイテム変更から連れて行こう。アイテム変更ってなんだろう。